全日本女子プロレス、今日は北海道は函館市にやってまいりました。函館市民体育館からの放送であります。今年平成元年はまた浜那須国体の年でもあります。9月3日から6日まで水泳競技、そして9月17日から21日まで秋季大会が開催されることになっております。北海道、今日各地の一戦を迎えます。フジテレビ杯争奪ジャパングランプリトーナメント30分一本勝負。まずトヨタの波が青コーナーに登場してまいりました。今日の相手は北斗晶であります。果たして先輩北斗晶を相手にいたしまして、今日の出の勢いのトヨタの波がどういったレスリングを披露してくれますか。今日の相手は手強いぞ、そういった緊張感がひしひしと伝わってまいります。北斗晶の今入場であります。紹介を受けております。軽く膝を折って一礼いたしました。青コーナーのトヨタマナミ、30分一本勝負、これは阿部さん、はい、放送席も大いに期待したいですね。そうですね、ジャパングランプリトーナメントの、まあ、これ一応2回戦になるんですけど、はい、まあ、注目の一戦ですね。そうですね。さあゴングが鳴りました。試合が始まった。一回先制攻撃はトヨタマナミであります。この辺りは見事。さあそしてもう一回ロープに振って、トヨタドロップキック、あ、このままいった。さあカウントは一つであります。この野郎という北斗晶、さあっとドロップキック、渾身の力を込めて高いところ、きれいに決まっております。そして後ろに放り投げるようなバックリップであります。このところ、まあ、タック戦ではマリンウルフちょっとミスも目立ったりしてますけども、もともと北斗晶なんかシングル戦でいい味を発揮できる選手ですもんね。そうですね、はい、これ引退した名古屋選手との、ね、シングルマッチなんか結構相当いい試合でしたね。そうでしたよね、一方のトヨタ村美は、まあ、若いんですけどもシングル戦はもちろん素晴らしいものを出せるし、それからタック戦でもいい動きを見せております。今注目の新人であります。ジャガーとしてもこの北斗晶とトヨタ村美の一戦というのは、コーチの目から見てもまた解説の目から見ても何とも言えない、こうゾクゾクするようないいカードですよね。そうですね、楽しみな、カードですよ ね。2人とも似たような感じでスピード感あるね、なんか女子プロのワークオーダーっていうものをなんか見せてくれそうな気がしますけど ね。ジャガーはコーチとして、はい、今日この試合の前に何かトヨタと話をしてますか。今日はトヨタとはしないで、逆に宇野、はい、北斗晶、ちらっと話したんですけど、どういう例えばアドバイスですか。ですね、もう本当に面白い話なんですけどね、はい、彼女は何でもできるんですけどダブルアームがね、得意じゃない。でもあれをどうしても使っていきたいということで、この旅に来る前に2人で練習したんですよ。そうですか。それをぜひ出したいと、そういうことを話したんで、出したことじゃないんですけどね、北斗の今の立場ではねすごくチャンピオンでありながらも苦手なものがあるんだよっていうような意味で、そうですか。なんか面白いなと、どういう風に出してくれるかなっていう楽しみもあるんですけどね。極意情報が出ましたから、それでは今日はファンの皆さん、ぜひ北斗晶がどういったタイミングでどういったダブルアームのスープレックスを披露するか、ぜひ、この後お楽しみにしていただきたいと思います。それから三宅アナウンサーにもね、一つこの一戦の、極意情報をお願いしたいですね。それほどの極意情報がないんですけど、いえ非常に不機嫌でしたね、この北斗が。北斗が先日 のタイトルマッチで、勝ちましたけどね、チャンピオンになりましたけど、非常に納得がいかないと自分でも言ってました。いや放送席でも相当僕もね、ちょっと面白くなかったとか、ひどいこと言っちゃったんでね、気にはしてたんですよね。僕がちょうど休んでたんで見てなかったんですけど、本人に話を聞きましたらね、あれは本当にもうファンの皆さんに悪いことをしたと、これだけはぜひ言ってくださいと、やはり分かってるんですね。試合前に言ってました。そうですか。ですから7月19日ファイアージェッツとね、またタイトルマッチを行いますが、そこでまた違うねマリンウルフを
違うあの試合を見せますとこういうふうに言ってましたんで、そうでしょうね、これまずあの名誉挽回のために一つ言っておきたいと思います。はい、それからですね、今日の対戦なんですがね、非常に似てるでしょこの2人。似てる似てる、ね、はい、さっきジャマからも話があってね、あのジャンプがね非常にこの売り物の2人なんですよね。あ、この北斗自身もね、下の子でジャンプが、あ、今出ましたけど、はいはいはい、下の子でジャンプがすごいなと思うのはやっぱりこのトヨタなんですよ、ね、うん、で昔のね自分を見てるみたいだと、あ、そう言ってた、自分がまだ怪我する前ですね、うんうん、もう怖いもの知らずで、もう先輩にガンガンぶつかってた頃、あの頃すごく思い出すんですって。なるほど、なんかダブってしまうなと言ってましたけどね。あ、そうですか。ただでもね、どんなにトヨタが登ってきて上り調子だと言ってもね、負けたらちょっと 3WA のベルトを返上しなきゃいけないくらい、はい、自分とは差があると思ってると、というふうに言ってました。さあそのあたりどうでしょうか。実際に対戦してみてトヨタミナミのね大きな成長を今日は実感するかもかも分かりません。北斗晶でやります。いや、ダンさん、注目の一戦なんですよこの2人の対決は。僕はね、この北斗晶のシングルマッチを初めて見るんじゃないかな。そうかも分かりませんね。いつでもタッグばっかり見てたような気がします。タッグが多いんですね、多いんですよね、大体あれですか、北斗と豊田は北斗のちょっと先輩ぐらいなんですか。いや、大体同期ぐらいですか。いやいやいや、だいぶ先輩ですよ。だいぶ先輩ですか。2年、3年、2年ですね。2年、2年違います、ね、まあしかし、あの現在の女子プロレスはですね、若い世代が急成長してますんで、2年3年というのは本当にダンさん大きいんですよ。そうなんですね、大きな先輩後輩という中になりますよ、いや、強烈なキックが入りました。今年のフジテレビ杯争奪ジャパングランプリはトーナメント形式であります。したがって総当たり戦ではありません。後がないわけであります。負けた選手はもう早くも1回戦で姿を消します。そうすると本当にあのどうしようもない、燃焼できない夏を送らなくちゃいけないというわけですね。決勝が8月24日後楽園ホールと決定しております。今日は函館市民体育館、本当にプロレスファンで満員の盛況であります、特にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、そしてあのお子さんたち、家族ぐるみの観戦であります。さあ足音の字が入ります。思わず悲鳴を上げました北斗晶。じゃがここまでの試合、まずご覚悟見ていいですか。そうですね、あのキャリアの差を感じさせないようにね、どんどんぶつかっていってますよね、はい、ああなかなかいい攻撃してる方じゃないかな、ね、と思いますね、はい。それからまああのどこが今一番痛いのかはっきりいたしませんが、北斗晶選手がねとにかくあの背中いっぱいにですね、相当痛そうなテーピングをやっておりまして、このあたりもちょっと気がかりなところであります。しかしまあこの人の怪我に対する強さっていうのは定評がありますから。そうですね、体が細いんでね、怪我も多いんじゃないかなと思うんですけどね、はい、一方トヨタの方はねほとんどあのテーピングしたりしたことはない選手であります。とにかく怪我に強いと言いますか、怪我をしない選手であります。もうしかし必要に攻めてますね。今日はあのどちらかというとグランド技に持ち込んでいる感じでしょうか。先輩の北斗晶、あまり思う存分動かれたんじゃやはりあのスピードの点でなかなか北斗晶としてもついていけないかも分かりませんもんね。そうですね、あのキックが得意なんでね、はい、やっぱり足を痛めてそれを使わせないようにするんじゃないですかね。そうでしょうね、とにかく必要に足を攻めまくっております北斗晶であります。今日は恐るべき新鋭トヨタ真波との対決ということになりました。エルボードロップを2発落としまして、また足を攻めに行きました。なかなかあの北斗晶先輩としていい攻め方を阿部さんやってるんじゃありませんか。そうですね、最初はあの空中戦というかですね、ドロップキックのおっしゃりましたけど、はい、そのうちにやっぱりねちっこい、グランド技が多くなってますね。多くなりましたね、ここでキャリアの差が出る、はいはい、技だと思います、ね、一番出ます。トヨタとしてはこういう攻められ方をすると苦しいですもんね。そうですね、はい、あるいは空中戦をやってみて、んこれじゃちょっと大変だと北斗晶が思ったのかも分かりません。さあ一回転した、さあどうするか、おーっとうまい。ああしかしあの今のはトヨタも後頭部打ちましたね。そうですね、はい、落とされちゃいましたね。落とされましたね、この野郎というところ。おっと回し蹴りを見せました、これは空振りだ。背中から強烈なキック一発、そして今度はトヨタが行った。さあどうか、このまま固めるか、カウントが入る、カウントは1であります。そうするとこの辺りから攻防が激しくなりました。さあ後ろ向きの体勢からキック一発、そ
そして今対角線上に振って、今度は北斗の逆襲であります。強烈なフライングボディアタック。さあそして今トップロープに上がりました。ボブ・ヨザワが注意を与えております。ああここから上がっちゃいかん、ここから打っちゃいかんというところでありますが、強烈なキック技、そしてこのまま抑え込み入った。今のトップロープからのミサイルキック、まさに強烈必殺のキックであります。こんなに簡単にやられるとは阿部さん思いませんでしたしね。そうですね、はい、まあ、最後はあっさりやられたという感じですけど、やっぱりキャリアの差ですかね、これがね。そうですかね、いや、ジャガーどう見ますか。そうですね、あの彼女もねキック一生懸命使ってたんですけど、やっぱ破壊力がまだ違うんでしょうね。そうですか、やっぱ北斗にかなわないんでしょうね、はい、まだね。いやこのところねあまりいい試合をやっていなかった北斗晶でありますが、今日は強力なライバル豊田真奈美、